米大リーグブレイブス2、9ドジャース、15日、米ジョージア州アトランタトゥルイストパーク。ドジャース大谷翔平投手、30、が15日、日本時間16日、敵地、ブレーブス戦に1番、指名打者でフル出場し、4打数2安打2打点、1申告敬遠の活躍でチームを3試合ぶりの勝利に導いた。連敗を、2で止め、 負ければ消滅だった地区優勝へのマジックを1とした。0対2で2点を追う5回西13塁の3打席目に右翼へ打球速度114、4マイル、約184、1キロ、等強烈な当たりで敵時2塁打を放つと、1対2で1点を追う7回西12塁の4打席目も右翼へ2打席連続の敵時2塁打を放った。2対2で同点の9回西3塁の5打席目は申告敬遠で出塁。 すると続くベッツの敵時打で勝ち越し、その後も三者連続本塁打など打線が爆発して逆転勝ちした。ドジャースの強さが見えた逆転勝ちだった。同点の9回2し3塁。打者は大谷だったが、ブレイブスベンチは迷わずすぐに申告敬遠を選択し、エンゼルス時代に大谷と同僚だったこともある9円右腕のイグレシアスはベッツとの勝負になった。だが、 ベッツが中前的時打を放って勝ち越し。その後も打線は止まらず一挙7得点で、9対2と結果だけ見ればドジャースの対象だった。ベッツは、3日、同4日の敵地、エンゼルス戦でも延長10回に大谷が申告敬遠された後に勝ち越しの15号スリーラン。この日も勝ち越し的地打と意地を見せた。ドジャースに大谷が加入してからこの日で10個目の申告敬遠だったが、 敬遠された次の打者は8打数5安打の打率6割2分5厘と打ちまくっている。先発陣に故障者が相次ぐなど苦しい状況になっているドジャースだが、大谷が勝負を避けられても得点するだけの力が打線にはある。エンゼルス時代には徹底的に勝負を避けられることもあり、21年に20個、22年に21個の深刻敬遠があった。 エンゼルス時代の6年間は大谷が敬遠された後の打者は54打数8安打で打率1割4分8厘。10年連続でプレーオフを逃したエンゼルスと12年連続でプレーオフ進出に近づいているドジャースの違いの一つだろう。